柳屋さんのすけの豆さんを鍛える場所ポッドキャスティングバー、新年明けましておめでとうございます。落語カフェの青木でございます。柳屋三之助でございます。いや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 、2011年、明けましたね。明けました、明けましたよ。2010年ですよ、ね、あ、そうなの。なんで一気に2年明けちゃったそっか、おかしいでしょ。いやもうさ、こういうそんな真打ちになりたくねえのか。いやいや、俺ね、なんかそういう切り替えの時ってわけわかんなくなっちゃうんだよね。ね、うん、Y2K とかね。Y2K です。もうパニクってましたから、うん、2000年と。あ、そんな、あ、2010年なのね。ミレニアム、ミレニアムなんで食えんのかみたいな、そんな感じでした。はい、はい、ミレニアムステーキみたいなね。いや、ありました。ミレニアム前座っていうのを炒めたんですよ。馬吉さんとかね、京之進さんなんか、そうやって呼ばれてた。ミレニアム前座ね、ちょうどその時だったんだ、ただ前座にミレニアムつけただけですはい、今日って何日ですか。ね、1月のね、何日かです。1月の最初の月曜日でございま す、ね、何日かはちょっと分かんない、まあ3日とか4日じゃないですかね。そのぐらいですか。28日に、うん、あ、そうだそうだ、12がね火曜ですから、うんうん、じゃあ逆算するとね、5日が火曜ですから4日かね、うん、4日の更新ですか、うん、じゃあ三が日があって、うん、少し、あ、そうだよ、だって三が日休んで4日から会社っていう人多いんだもん、うん、あ、そうか、あ、じゃあもうこれこれを通勤中に聞いてる方も多いかもしれませんね、はい、そうですね。で、落語カフェはね、がっつりね11日まで休みますから。おお、はい、そうじゃなきゃやっぱ正月ってね休まなきゃ、うん、であとね、あの初席はやっぱりね、うん、僕自身もね、うん、寄席で楽しんでもらいたい、うん、僕も寄席に行きます、うん、はい、それからやっぱり落語会をね、やっぱり年始早々やれるっていう話かも、なかなかいないやね。いやー、他に忙しいし、ね、それからやっぱりネタ卸しとかね、そうそう、新年早々できないもんね。何しろやっぱり寄席がね、うん、活気がありますから、うん、ぜひね、神保町の落語カフェにね、うん、あのこう寄ることがないような、うん、時期に寄席にグッと行っていただいて、ね、あ、そうですね、こっち始まったらこっちもちょっと、うん、そうですね。新年第1回目の落語カフェ歌謡会は、はい、から始まるんだよね、はい、火曜日から始まりますね、はい、これね、歌謡会の一発目はね、はい、三遊亭天丼さん、お、はい、それから春風亭一之輔さんでございます。ほら、また面白い組み合わせですな、まあ、これね、あの2人で二人会やってるんですよ、これ。あ、そうなんだ。天丼君と一之輔君みたいな。あ、やってたな、チラシ見たことありますよ、うん、で、お互いにね、まあ、あの人たちね、結構人気あるんですよ。天丼さんも一之輔さんも、うん、自分の独演会だったらお客さんね相当数来る人なんですけど、二人会なんてガラガラだったのお互いなんか反発、そうそう、で、罵り合ってましたあいつのせいだとか、あいつを殺して俺も死ぬとか、バカなバカなふうに言ってましたねそうですか、はい、まあでもそれが一発目ということで、そうですね、ね、じゃあ、まあ、落語カフェの初席ってことになるんでしょうかね。あ、そうです ね、そちらの方へも。その次の日はあのね、あの金言亭芭蕉師匠、これはもう名物になっております、うん、芭蕉カフェ寄せというのがありまして、うん、ってことは、ね、はい、5日が第1回目、1月5日が、あ、違うか、その次は12日か、はい、で13日の水曜日が芭蕉カフェ寄せ、続くね、もう、いやーね、うん、これがねすごいですよ。もう今ねこう見せたんですけどね、うん、カフェの休業日以外は2月まで全部埋まってますね、うん、ああそう、はい、すごいよね。すごいです。去年もさ、やっぱりもう貸し小屋としてもさ、はい、相当な稼働率で、うん、いやー、もうありがたいですね。ねえ、すっかりもう定着したんですね、そうですよ、この落語会の会場としても。うん、ね、だ今年1年もまたますますね、うん、まあ、休んでくださいよ、適度にね。まあ、休まず死んじゃいますからね。適度に休みつつ、これもう命あってのものなんです。そうそう、はい、で私の広めにも来ていただかなきゃいけないんですから。はい、ねえ、そうで、本当に調子ね。そう、6月12日の調子はね、6月12日でもうね、あのね、スケジュール帳に書き込んでありますから、はい、予約取りませんから。あ、できればね、7月ね、あれ9日だったかな、金曜日、はい、これね、私あの東京で広めをやることに決めました。お、なんだ、じゃ調子はいいか。いやいや、両方来てほしい両方、ね、皆さんあれですよ、三之助さん7月にも東京で広めありますからね。はい、7月に日本橋劇場で。お、ええ、この前県政会やったところね。そうです、そうです。何人ぐらい入るんですか。
マックスで450ぐらい。450だって、うんうん、簡単ですよ。ここにいる人たちがね、一、うん、人50人連れてくればいいんですか。あ、簡単だ、ね、そら、まあまあ、で音を出すんじゃないよ、うん、まあそれの詳細はねまだ決まってないので、うん、おいおいお知らせをいたしますけど、うん、はいはい。先週ね、うん、僕初めてですよ初体験なんだ、うん、あのなんていうんですかあの、iPhone のカメラを使って、ああユーストリームで、あれなんですか、生中継、あれどういう仕組みなの。だから撮ったものをほらネットですぐそのまんま、あの、うん、電話の中のカメラ で動画が撮れるわけでしょ。そう、動画を撮ってその動画をそのまんまネットで、うん、まあサーバーの方へ送って、うん、でサーバーの方から皆さんに配信しちゃうわけ。すごいじゃない、それそんなことができるの。そう、もうテレビ局いらないね。そう、そうなのよ。だ今すごいみんな iPhone のユーザーの、うん、いわゆるそういうの詳しい人たちは、うん、もうやりまくってんのあっちこっちでそういうダダ漏れを。羨ましいな。あ、うん、こうもうどんどん電波が漏れるわけね。漏れる漏れる。あ、それすごいわ。それでね、うん、何人かが同時にこう中継してるのを、うん、こうよくほらワイプでさピュッてこう画面を入れたりするんですよ。あるあるある。そういうこともできるのよ、ね、だからなんか中継みたいなのもできちゃうの。あ、すごいね。だってあれだよね、考えてみればあのね、ほら戦争があったでしょ、うんね、アルカイーダだとかアルジャジーラだとかね、アルジャジーラの放送は、うんまあ、普通にテレビ放送はあれなんだけど、うん、ジャーナリストが携帯の動画で撮ったのそのままテレビで流してたもんね。ああ、そうですね。なんちゅう時代になったんだと思いますよね、うん、そう。でそれが生中継できるようになった。そうそうそう。でそれもほら多分すごい高価なシステムを使えば、うん、今までもできてたと思うのね。それをほら自分が持ってる今みんな誰でもできちゃうわけですよ。そうそうそう。だからね、うん、もうこうなってるいつね生中継されてるかわからない。わかんない。我々も、うん、とりあえず三之助さんなんか危ないですよ。講座とかね、うん、生中継されてたらこっそりとね。ああ、それはいけないね。落語カフェはじゃあ iPhone 持ち込み禁止とか、iPhone でねこう取られちゃう可能性もありますよ、うん、だからねもうとにかく皆さん気をつけてください。これからねあなたのね、うん、こう生活、うん、あなたのね、プレイ、うん、それからあなたのね間具合、いろんなものがね、うん、あの流されダダ漏れしてる可能性があります、うん、うっかりスイッチ押したまんまね、はいはいはい、そんなことに入っちゃったりすると大変なこと、ね、大変ですよ、うんうん、だからねまあ本当夢夢ねこう取られてると思って、うん、あの規則正しい生活をしてください、ね、そうですね。そうです。取られてると思ってこう、うん、夜頑張っちゃうとそれはそれで興奮するってことも。あ、なるほど ね取られてると思ってね、こう、うん、なんかそういう、ね、自覚を持ってね、自覚を持って、うん、持ったプレイね。そうそうそう、いいです、これです、うん、はい、あれ私たちもね普段からも人に見られてるってい う, こ う, そうですよ、こうつもりでね、つもりでね、やっぱり夜に営んでるわけですから、営んでないよ。まあ、そうですよ、ありますよね、はい、もうこんな3時とか回ってくるとこんな話になりますな、はい、どうしてもね、正月一発目ですから少し品よくやりつつ、品よくやりつつね、まあ、あのラゴンカフェますますご来場いただきつつ、私のお披露目をねやっぱり楽しみにしていただいて、ぜひ楽しみにしてください。3月21日からですから、はい、少しずつこう気分を盛り上げつつ、そこでね三之助さんがねあのこう新内披露の時にどんなプレーをしてくれるのか。そうそう、ね、iPhone で撮らない。とにかく僕は本当ナイスプレーが見たいですね。なんでその爽やかに言うの。いやいや、もうナイスプレー、うんねね、マットプレーはヘアプレー、いろんな本にいろんなこと書きました、うん、僕、はい、ね、青くんはもう書き殴ってるからね。書き殴ってます。はいはいはい、うん、この広め中にこのポッドキャスティングがどうなるんだろうね。どうなんでしょうね。これがねバタバタになる、これからバタバタになるから、うん、今年前半はもしかするとちょっと歯抜きになったり、また僕が一人になったり、いやそれはもう許しませんよ、うん、もうこれはだから、うん、動画でいろいろやるんだからウェブカメラを使ってね、うん、撮るとか、うんうん、いやそれは青くんとね、はい、スカイプとかで使いやすいいつだって撮れるんですよ。このスカイプのね、うん、プが分かんねえの、なんだろうスカイは分かるねよくプが全然分かんないよね。まあスカイまで分かってる、あとプだけなんだけどね。そうなんで分かんないの、うん、全然ね、うん、まあそういうのもあってできるだけちょっと続けたいけど、全然意味が分かんなくて使ってる単語あるでしょ、うん、例えば前までね、うん、あのほらちょっと目がね、うん、目がちょっと変なあっち向いてる人のところ、うん、ロンパリって言うじゃないですか、うんね、うん、あれロンドンとパリなのね、あれ。おロンドンとパリをこう見てるようだから、うん、ちょっとずれてるから、うん、ロンパリって言うんですよ、うん、
そうだ写真のわかんない、そう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 、うん、まあねこれ別にあれですけど、まあ、僕も若干気味なんですけども、これは別に揶揄してるわけでも何でもないんですが、そうやって由来があると、ね、うん、いろいろ由来を考えていくと本当わかんないですから、かまとととかね、あわかんない、かまとと何ですかあれ、かまととってかまぼこじゃないもんね、かまととですよ、あでもととは魚だよね、ととは魚、わかんない、知ってる方ぜひご連絡ください、そう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 、なんかよく使いますよね、うん、こうねあるかまととぶったってふざけんじゃねえぞズベコなんてよく言ってます、うん、AV ではね、うん、はい、AV で言うんだ僕あれですから、僕大体作品って言った時 AV のことですからね、あそうだよね、はい、専門家だもんね、専門家です、うん、僕はあのね、いろんな名前使ってました、うん、あのペンネームで、うん、でもね大体ねエッチなもの書く時はあのサモハン青木っていうねペンネームをね使って書いてましたからね、うん、だからサモハン青木でググってみてください、あなんかしらいっぱい出てくる、はい、アイドルを探して今日も充血コマ送りテレビとかね、うん、わけのわかんない連載してましたテレビで見られるエッチなシーンをね、うん、こうレビューしてるとか、なるほど、ね、そういうのあります、はい、いろんな仕事をしてるね、いろんな仕事してますね、うん、だ前ねあのね教科書参考書みたいなのを作ってるところにね、うん、この話しましたっけね、いやしてない、あの参考書みたいなのを作ってる時にあの漢字のね、うん、問題を作ってくれっていう、まあ固い仕事ですよ、うん、それとあの皆様も大好きなベストビデオ、うん、この皆様大好きなベストビデオのビデオレビューですよね、うん、宇宙企画とか、まあ、長太は好きだよね、そう、まあ、長太さん大好き、うん、まあ大概好きですよ、うん、三之助さんなんて嫌いじゃないでしょ、いや好きで、そうそうそう、だからねそういうところにあの書いたビデオのレビューね、うん、それでねどこで何回、発射があったとかね、うん、全部そういうのをねあの細かくチェックしてるんですよ、うん、で G メンって言うんですよ、うん、この G メンはあの自ら慰めるって書いてG メンって言うんですけど、うん、まあ、その G メンをやってた、うん、ですけども交流日が一緒だったんですよ、うん、だからこの日に締め切らなきゃいけないよっていうので、うん、間違えて同時に違うところにメールしちゃったの、だからこうクロスしちゃったの、硬いあの漢字の問題を、うん、あのベストビデオに送って、うんうんうん、でベストビデオのその柔らかすぎるね、うん、10本の、AV の、うん、レビューをュー、そっちの参考書の方に、これあの非常に大きい会社なんであんまり名前言いたくなんて言いませんけど、うん、そしたらね全く同じ文面で、うん、あの違ってましたよ、うん、本当にいろんなお仕事されてるんですねって、もう一個一個違うな文面で書いてた両方から、うん、っていう話をね、うん、僕はあのね、麻雀やってる時にね、うん、あのなんか面白い話しろって言われて、うん、まあ、あの某師匠、うん、あのティテカワ伝春師匠と、うんうんうん、あとは恵比寿さんっていうね、うん、漫画家の、うん、あの方と麻雀やってたんですけどね、でその時にその話して、まあ、クスッと笑ってたんですよ、うん、そしたらなんか恵比寿さんもなんかそんなことなかったんですかって聞いたら、あのね僕はねなんか協定の雑誌に協定の4コマ漫画書いてて、うん、であの朝日芸能って皆さんが大好きな、うん、あの朝日芸能にちょっとエッチな4コマ書いてたんだって、うん、それも全く同じ日の締め切りで、うん、同時に発送したら、うん、違った方に間違えて当て書いちゃったら、うんうんうん、普通に掲載されてたってそのまんまどっちも一緒だったどっちも一緒だったって あの時ね僕はね、うん、あのちょっと漫画家としての自尊心傷つけられましたね書き分けてるつもりがあの向こうは普通だったっていう、うん、あいつも通りだっていう、大蛇さん面白い、麻雀も負けましたけどね、面白さでも負け全く勝てませんねすごかったですよ、いや、はい、いろんな仕事をしてますな本当にな、いろんな仕事してます、でその中で、はい、だからもう漢字のはい、問題と、ね、ビデオのレビューが同時にできる青木君だからこそこの落語カフェがね、そう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 、両立できるというね、もうあの酸いも甘いもね、うん、心得てますから、うん、ね、もう何でもつらい、ね、ぜひもう、ねね、来たことがないって言ったのがまだまだいっぱいいると思うんで、そうですそうです、だから何でもね、うん、僕教えますから、うん、あのイボジの時のお尻の拭き方とかね、まあ、さっきはそれ押してますけれども随分押してるね、別に自分がイボジなわけじゃないんですけど、うんうん、友達のイボジ拭いてあげたことがありますから、ね、これはもう友情以上のものがあるんじゃないかと思いますけど、ね、うん、もはやね、友達以上だよね、はい、今年はそうですね、まあ、もちろん来てくださってる方、はい、常連さんもいっぱいいるんだけど、うん、初めて、うん、ていうかまだ来たことがない、これを聞いてくださってる方にいっぱいいると思うんですよね、まあ、さっきあのユーストリームでやった時も結構来たことがないって方多かったじゃないですか、そうですよ、ロンドンからね、あ、そう、ロンドンからもありましたな、ねえ、うん、あとウィンブルドンに住んでる方で、うんうん、
ね、あんな方とリアルタイムの日本人なのか外国人なのか分からないようなね、うん、日本語ローマ字日本語を使ってだって日本語で言ってるのをそのまま聞いてるわけですそうそうで、反応してるんだからある程度で俺たちみたいにビャビャビャって喋ってて分かるんだから相当だよねそう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 僕が英語で言った時反応悪かったりなんかして、ね、なんだよく分かんないですけど ね, ね前に僕はあのね、フランス料理に行ったんですよ、うん、カンボジアなんですけどね、うん、カンボジアでフランス料理フランス植民だから、うん、あの結構あるんですね、うん、そこでフランス人がもう白人のおじさんが店員やってるんですよで、僕の友達がね、チョコレートムースみたいなのをデザートでもらおうとしてたんだけどどうやって言ったらいいのかなって言ったら、うん、バカ野郎お前ここはフランス植民だから公用語はあのカンボジア の,、まあ、あの地元のねあの言葉クメール語ですか、うんうん、クメール語の次にお前フランス語来んだと俺がビシッとフランス語でね、頼んでやるからっつってあのムッシュって言うんで、うん、ショコラムーススーププレーって言ったらあーソーリーアイムフレンチアイキャントスピークイングリッシュもうめちゃめちゃショックでしたねあれ以来もうね本当に封印してますあとねシルプレーがまずかあとねケツクセケツクセ草って言うと、うんうん、あのフランス人はなんか、ね、答えてくれるって聞いて、うんうん、そんなフランス語があんなこと、うん、あるわけねえだろってあれどうもあれなのねあれは何ですかっていう意味、うんうん、みたいなケツクセ、うん、でなんか最後草って言ってましたけどそれで本当かよと思って試してね、うん、フランス人の、ね、タクシーの運転手さんに適当に指さして、うん、ケツクセ草って言ったら、うん、おうっつってすっごい喋りかけられちゃって、でそれはじゃあ発音が良かった2分ぐらいして分かってないって聞いてなんでお前じゃ聞いたんだとだからケツクセ草は結構ね発音がいいと思いました、うんはい、でもそれショコラはダメだったんだショコラダメですねそうで発音とかねやっぱりねあのそういうあの密ってたくさんありますね、うん、前にここで話したか分かりませんけれども、うん、僕一緒にねあの海外旅行行ったやつが、うん、イングリッシュブレックファースト、うん、あると、うん、でここでねいろんなトッピングがあるんですね、うん、でそこは自分で選べるんで、うん、何かありますかってそいつね一番喋れないのに一番最初に聞かれちゃったんですよ、うん、慌ててメニュー見てねずっとねおうバッコーンバッコーンバッコーンって10回ぐらい言ってたんですけど見たらベーコンって書いてありましたからねだからねちゃんと勉強してたらそうですね行くことつけ焼き場剥げやすいからね そいつ ね, あとはパンにしますかライスにしますかって言われてアイアムパンって答えてるんですねでお前アイアムパンはねえだろって言ったら、うん、あごめんごめんアイウォントパンってパンは英語じゃねえって言われてましたはいブレッドいいねもうそういうね、はいはいはい、一口話がいっぱいあってそういうのたくさんですけどね、うん、これね思い出して一回言うとね大体ねこの、うん、出てくるねどんどん出てくるんですけど ね、うん、あとはまあ言えない話の方がもっといいですまあねまあいろいろ一口目もお届けしたおかげで、はい、全くお正月っぽくない放送になりましたがそうですね、まあでも、はい、今年もこの当落語カフェと、はい、それからこの三之助のポッドキャスティングをよろしくお願いしますということで、はいはい、今回の放送締めていきましょう、はい、奥最後に一言どうぞ、はい、カンボジアのトイレには気をつけろありがとうございましたありがとうございました